では、最後のグランギニョル、あれ。いつもあなたのそばにいるから、私があなたを包むから。なあマリ、生きていこう、ずっと一緒に。アメンテース、アメンテース。見つけた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 滅人滅相やめろわかってるの？後戻りなんかできない。だから早く僕が壊れてしまう前に。信じて、願って、汚れ続けて、皆魂を削られて泣いて祈れば降りてくる奇跡なんていらないのよ。いつだって戦い、勝ち取る、邪魔なんかさせない。滅人滅相、一人残らず、あんなに貸して返さない。私、会いたい。だから、みんな止まってしまえばいいと思って、恥を引くのよ。大切だって言ってくれたの。しかし、こいつの俺の思い通りになってんのがムカつくんだよ。そうさ、いい加減残像にまですがりついてんだ。帰ってこねえんだよ。何も何一つだ。神様に頭下げて、摩訶不思議な神通力でも見込んでもらって、そんな自分は強くてすごいんだな。ふざけるボケが酔っ払ってんじゃねえぞ。それであなたの後悔、ええ、それは私の罪。大丈夫よ、レア。私たちは守ってあげる。何度もしてあげる。いつまでだって言ってあげる。だからお願い。あなたの罪を、絶望を。私は彼女にも許さない。さあ、騎士たち、武器を取る。剣を突き刺せ。俺の望みは、俺の力で完遂する。他力などに頼らん。クラフトの外来が、お前なんだ。など俺の残滓でしかないだろう。希望などない。お前にだけは。ただそこにあったんだ、優しい空気が存在して。だったらそれを欺瞞だなんて言わせない。許さない。認めない。消えてなるものか。気を止まれ。ここに生き恥さらしてんだよ。もう誰もいなくなってしまったこの宇宙でな。運がいい大六天、貴様の宇宙に俺が亀裂を刻んでやる。